ん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今回は番組側からのプレゼントとして温泉さんがある方からお祝いのコメントをいただいてくれました。待って待って、草薙さんの振りでコメントが流れますので振りコメントよろしくお願いします。待って、心の準備ができればどうぞって書いてあるわ。全然できない。え、誰だろう、誰だろうな。え、マネージャーさん知ってる？あ、知ってるの？知ってるの？超隠すじゃん。よし、ではお祝いのコメントをよろしくお願いします。ともりちゃん、お誕生日おめでとうございます。花澤香菜です。私の記憶が間違ってなければ、当時制服を着たともりちゃんにアフレコ現場で私がきっかけで声優を目指してくれたということをね、伝えてもらって、私現場で直接そんなことを言われるのはなかなかないことだったので、私自身ねすごく嬉しかったことを覚えています。これであの時の子がともりちゃんじゃなかったら、マジで今度現場で会った時に足を踏んづけてほしい。多分っていうか、うん、ともりちゃんでしたよね、きっとね。うん、あの1月からのアニメツンリゼーでね、せっかくちゃんとレギュラーが一緒になったのに少人数収録であんまり会えなかったのがとても残念なので、これからねゆっくりお話できるの楽しみにしています。あと何かあったらぜひ相談してください。何でも。ともりちゃんにとって素敵な一年になりますように。花澤香菜でした。バイバーイ。これは誰だ。嬉しい、ありがとうございます。声聞いた瞬間爆泣きしちゃった。でも本当にやばい、覚えててくださってるのも本当にやばいな。いや、私は本当に声優という職業に興味を持ったきっかけも、なりたいなと思ったきっかけも花澤香菜さんなんです。にデビューしてちょっと経ったくらいで現場でご一緒した時に、なんかあんまり現場に私情を持ち込むのは良くないと思ったんだけど、つい目の前にしたら、その直前までは普通にフラットに挨拶しようと思ってたのに、なんか目の前に立ったら、あ、もうずっとずっとしてみたいななっちゃったから、もうなんか本当にみっともない姿を見せてしまったって思ってたんですけど、なんかそれをこう覚えてくださってて、あんないい風に捉えていただけてるなんて。やばい、もうどうしよう。ほんと最近そう現場でご一緒してたのに分散収録でなんで一緒に撮れないんだって。最後の方だけ撮れたんですけど、せっかく花澤さんに、まあ、役の名前だけどリゼタン可愛いっていっぱい言ってもらえるチャンスだったのに直接聞けなかったのが私は本当に残念だったので、また次こそは分散でも一緒に撮れるぐらいの共演できるように、まあ別にツンリゼもお二人ともメインなんですけど、チームが違うの、別なのよ。だからもうそこがもう超近しい役でちゃんと出れるように頑張ります、精進します。あー、もう今頭真っ白になっちゃう。いやー、もうやばいよ、もう今進行が止まったね。はい、ありがとう。え、ちょっとこの音声持って帰っていいですか？データでください。やった、耳の中でもう一回聞こう。はい、ありがとうございます。というわけで、皆さんたくさんのお誕生日のお祝いメールありがとうございました。